はい、どうも皆さんこんばんは。カエル旅のガーナでございます。タッス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 というわけですね。すっかり寒くなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、今日の動画はですね、お知らせと言いますか、まあタイトルにね書いてある通りなんですけど、僕これまでまあカシオの時計をねいろいろ紹介してきまして、チップカシチップカシプロトリックスマートプロトリックスマートと2本ずつ、あと G-SHOCK とかね、いろいろカシオの時計を紹介してきたんですけど、実はですね今回カシオさんから新製品のモニターをねさせていただくことになりました。ありがとうございます。まあ、本当にねすごい好評いただいておりまして、カシオの時計のねシリーズ、はい、ありがたいことに今回は、はい、新製品のご紹介というかモニターをね僕がやっていくという形になっております。はい、というわけでね、今回僕がモニターする商品についてなんですけど、こちら、はい、カシオのプロトリックスマートの F30WSD の F30 かな、画像を見てもらったら分かると思うんですけど、発売日がですね来年の1月なんですよ。2019年の1月発売ということで、僕はね来月からモニターまだないんですよ、実機ないんですけど、来月からモニターさせていただくことになってまして、はい、その前に今日は動画を上げてます。あの僕前もね話したと思うんですけど、基本的にね案件というか企業案件的なのは全部お断りしてるんですよ。申し訳ないですが、はい、結構いただくんですけど、あくまで僕趣味の延長で YouTube はずっとやっていきたいなと思ってるんで、基本的にね自分がいいなと思ったものとか、まあ自分がやりたい動画を上げてるんですよ。もちろんこれがね動画1本になったらそうはいかなくなってくると思うんですけど、まあ僕はね1本でやっていくつもりがあんまりないんで、こうやって好きなものとか好きなものだけをねちゃんと本当にいいと思ったものを動画で上げてますんで、登録者は少ないですけど視聴者さんとねすごいいい関係が築けてるんじゃないかなと自分の中では思ってるんですよね。うん、というのがありまして、まあ基本的にお断りしてるんですよ。ただあの今回に関してはね、僕がすごい好きなカシオの時計で、しかもプロトリックも持ってますし、今充電してるんですけど、あの最近 G-SHOCK 使ってたんでね今充電してるんですけど、まあカシオさんのね新商品で、しかもプロトリックスマートということだったんで、はい、やらせてくださいと、はい、いう形になりました。まあまあまあいいでしょう、これはいいでしょう。全然むしろねみんなにね好きなものを先に伝えれるんだったらもうやってた甲斐があるなと思ってるんですけど、はい。でなんで実機がない状態で今動画を上げてるかと言いますと、前回のプロトリックスマートの動画に最近コメントでいただきまして、今買おうか迷ってると、どうしようかなと思ってるんですが使い勝手はどうですかみたいなコメントをいただきまして、すごい微妙じゃないですか正直。あと3ヶ月でね、1月なんで今10月でしょ、まあ3ヶ月後にね発売となるので、まあ今買うべきなのか、それとも3ヶ月待って新しいものを買うべきなのかっていうところをね、まあ使用表とか、今ここねちょっとマック持ってきたんですけど、はい、使用表とかを見ながらちょっとね比較していこうかなと思っております。まずね画像を出しておきますけど、こっちが F20 でこっちが F30 ですね。はい、あの新製品がね F30 で出るんですけど、だからといって F20 が生産終了になるわけじゃなくて、どっちも販売を継続していく形になります。あの F30 がね上位グレードモデルみたいな感じです。はい、まあカメラで言うと GH5 と GH5S みたいな感じ。うん、F20 が5万1000円で F30 が6万1000円ですかね。うん、1万円差がある感じになります。でこの1万円の差が何なのかっていう話ですね今日は。もし比較して F20 がいいんだったら今買ってもね全然いいと思います。ちなみに今価格コムでね F20 の最安値をちょっと確認したんですけど、41,480円、今日現在の価格ね41,480円なんで、定価に比べると1万円ぐらい安くなってるんですよ。で F20 が発売したのが去年の4月だったと思うんで、17年の4月なので、まあ1年ちょっと経って1万円安くなってるって感じですね。まあそういう価格差も考えながらね、まあ欲しい方は比較していければいいかなと思っております。はい、というわけでね、ちょっと使用表を見ていきます。使用表の前にまず軽くね写真を見てみると、F20 F30 比べまして、あの F20 に比べて F30 がすごい丸くなってる感じですね。うん、綺麗な円になってる感じです。はい、そして何よりもこれ装着図があるんですけど、あの結構サイズ感がね変わってて、 F30 の方がちっちゃくなってます。はい、前の動画のねちょっと装着図の画像だけ載せておきますけど、あの結構大きいんですよサイズ感は。
ただ新しい F30 に関しては結構ね、その綺麗な丸になった分サイズがね結構ちっちゃくなってるんですよね。うん、まあこの形に関してはね好みによる部分が絶対出てくると思うんで、例えばね F20 の形の方がいいとか F30 の形の方がいいとか、まあいろんな意見あると思うんで、まあ一概には言えないかなと思うんですが、まあとりあえずデザインはちょっと変わってるよと。そしてね、注目すべき点があるのでちょっとそっちに行こうと思うんですが、主な仕様表ですね、これ比較していきます。ちょっとね多分見えにくいかもしれないんで、多分要所要所拡大していくと思うんですけど、はい、まず OS に関してはこれ仕様表だと Android Wear 2.0 にね F20 になってますけど、これアップデートで Wear OS by Google になってます。今これもねちょっと最近ね Wear OS アップデートありまして、ちょっといろいろね仕様が変わってるんですよ。それに関してはまあ実機が届いた時にいろいろ説明していこうかなと思ってます。はい、ちなみにあのディスプレイサイズなんですけど、 F20 の方が1.32 インチの2層構造で、 F30 の方が 1.2 インチの2層ディスプレイ。ちょっとね液晶がちょっと変わってるんですよね。カラー TFT からカラー有機 EL になってるんで、あのピクセル数がね上がってるんですよ。なんでインチ数は F30 の方がちっちゃいんですよね。ちっちゃいけど解像度は F30 の方があるっていう。あの前回のね F20 でも解像度感というか結構綺麗だったんですけど、さらに F30 は綺麗になってるっていう。はい、そこがね、まあ、実機が届いて実際どうなのかっていうのが一番ちょっと確認したい部分でもあったりするんですけど、うん、まあ先にねモニターできるんで、そこはちゃんと詳しくね話していきたいなと思ってますが、で、あの防水性能とか、あのセンサー類ついてるセンサーとかに関しては同じですね、ほぼ同じになってます。でバッテリーとね液晶の部分っていうのが結構変わってきてて、ここがね多分その1万円の差は一番でかい部分だと思うんですよ。っていうのをちょっと紹介していこうと思うんですが、まずバッテリー性能に関してなんですけど、バッテリー容量は書いてないんですけど、書いてないんですけど、充電時間がね F20 だと常温で2時間なんですよ。ただあの F30 に関しては常温で約3時間なんで、単純に充電時間だけで考えるとバッテリー容量 1.5 倍になってる計算になると思います。はい、まあ 1.5 倍なんで電池寿命に関しても、まあ、F20 が通常仕様だと1日、 F30 だと通常仕様だと 1.5 日になってるって感じですね。はい、でこっからなんですよ、すごいのが。であの時計のみのねモードがあるんですよ。 F20 で言うとタイムピースモードってやつがあって、これ前のね動画で多分僕が絶賛してたこのタイプですね。こういう時計だけが表示されるモードだとめちゃめちゃ電池持つよっていう話をねしたと思うんですけど、これだと約1ヶ月以上持つんですよね、時計のみですけどっていう感じなんですが、今回の F30 に関しては時計とセンサーが動くんですよ。これがすごくて、あのこれどういうことかと言いますと、前回の F20 に関してはタイムピースモードだと完全に時計のみしか表示されなかったんですよね。時計のみだったんですけど、 F30 はまあ、時計とセンサーも動くんで、まあ、標高だったり気圧とかもタイムピースモードの状態で表示されるようになると。なのでマルチタイムピースモードになったと。これがね多分めちゃめちゃ目玉だと思うんですよ、今回の F30 のね。つまり約1ヶ月間充電せずに時計とセンサーはずっと起動しますよと。まあこの性能差と価格差をどう思うかなんですよね。なんで1万円プラスしてでもこの1ヶ月間センサーも使える機能が欲しいと思うか、まあ通常仕様もね 1.5 日なんでちょっと伸びてるし、もしこのマルチタイムピースモードがいらないっていう場合はもう F20 でも全然いいと思うんですよ。ただあの通常仕様でもバッテリー 1.5 倍なんで、これ通常仕様の欄にねカラー表示オートオフ、僕が使ってたカラー表示がね自動でオンオフできるモードだと F20 だと2日なんで、これ 1.5 倍だと3日になるはずなんで、3日だったらね結構ね2泊3日でも充電せず全然使えるって考えたら、200キャンプする時とかすごいいいなーっていう感じなんですよ。なんでねこの差をね実際購入する時どうするかっていうところになってくるんじゃないかなと思います。まあこの F30 に関してはねまだあんまり情報出てないんで、知らずに今 F20 買ってしまうとね後悔すると思うんで、まあ F30 ってのがもうすぐ出るよっていうのを知った状態で買うかどうか、まあ F30 まで待つか F20 を今買うかみたいな感じになると思います。はい、で重さがですねF20 だとバンドを含む状態で 92g なんですよね。で F30 が 83g なんで 9g ぐらい軽くなってます。
ただバッテリー容量は 1.5 倍ぐらいになってるんじゃないかなという予想なので、これは結構いいんじゃないかなと。軽くなってるけどバッテリー容量増えてる。ただサイズもねちょっとちっちゃくなってるし、大きい方がいい方もいればちっちゃい方がいい方もいると思うんで、まあこれに関してはね好みだと思いますが、はい。まあせっかくねモニターさせていただけることになったので、しっかりねいいところ悪いところとか、まあ気になるところとか使用感とかはちゃんとお伝えしていきたいなと思ってますんで、はい。まあF30 をね実際に購入考えてる方がいらっしゃいましたら、こういうところが気になるとかねコメントでいただければ、そこをちゃんとチェックしようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。動画がねいいなと思った方はぜひ、まあ今日喋るだけだったんでねあれですけど、高評価していただければと思ってますし、F30 のね詳細今後気になるという方はぜひチャンネル登録していただければと思っております。はい、そんな感じですね。というわけでまた動画あげます。帰る旅のガーナがお届けしました。皆様おやすみなさい。タス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 。The words